事故のあった現場です鉄柱が倒れ道路上に土が散乱しています午前9時前旭川市の国道で走行中のトラックが中央分離帯に乗り上げ街路灯をなぎ倒しました運転していた男性がけがをし病院に運ばれました警察は路面状況からトラックがスリップしたとみています三角屋根から半分以上の雪が落ちています 近所の人によりますと大きな音がして外を見ると車道がほとんど塞がっていたということです昨夜、札幌東区では飲食店の屋根から屋上に大量の雪が落ち一時、車が通れないなど通行に支障が出ましたけがをした人はいませんでした各地で気温が上昇する中今日も注意が必要です